ハバチアモク、または、ヒロコシアモクは、昆虫図なハチモクを構成するニアモクのうちの一つ。他方の採用アモクに比べ原始的なハチ類であると考えられている。ヤドリキバチカ以外はすべて植物に依存しており、植草が限られる単植性や強植性のものが多い。栽培植物や樹木を植害するものは、農業害虫として、防除対象になる。成虫は、 基本的に肉食であるが、水分以外にはほとんど食物を取らずに次世代を残し、短期間で死ぬものから、小型の昆虫を捕食して、卵巣成熟の栄養源となるタンパク質を摂取したり、アブラムシ類や貝殻ムシ類の排泄する感度から活動のエネルギー源である糖分を取ったりしながら、一定期間産卵し続けるものまである。また、成虫が、 捕食者を避けるための不快な味や匂いを発する物質を植物から摂取するものからのジテルペンの一種、クレロデンドリンの摂取も知られている。6本の足、4枚の羽三3個の単眼、2個の複眼といった有刺型昆虫の基本構造をよく保っており、完全変態をする。最大の特徴は胸部と腹部が広い面積でつながっていることで、 そのため、くびれのない寸胴型の体型をしている。足長鉢や蜜鉢などが属するくびれを持つ採用アモクとは、この点で見分けられる。ヒロゴシアモクという名も、このことに由来するが、学名のシンファタはギリシャ語のシンファイトンに由来し、本アモクのもう一つの特徴である植物への依存を、表している。ハバチという呼び方も、また同様である。採用アモクの鉢に比べ羽には、 網目状の主脈がよく発達し、その本数も多い。また、茎鉢貝以外は、公共背面に一体の節部と呼ばれる構造を持つ。これは閉じた前紙を固定するためのものとも言われるが、広シア目に特徴的なものである。幼虫には、採用ア目では消失している胸足や腹足が発達している芋虫型のものが多く、それらは一見長目の幼虫によく似ている。 しかし長い毛を持たないことや、腹足が通常5体以上あることなどから見分けられる。また、採用を暗黙に見られる、社会性の種や、羽が消失した種なども、広越しモクには見られない。これらの特徴の多くは、これらの昆虫が初めの中でも原始であることを示す特徴とみなされている。また、その植生が植物に強く依存していることから、 八目は広シアモクの植物食をのものを起源とし、採用アモクの寄生チを経て肉食性を獲得、仮チへと進化したと考える研究者が多い。この場合、花チ類は肉食のものから二次的に植物食に変化したと考える。人を刺すチの毒針は産卵管が変化したものである。したがって毒針を持つ種でも刺すのはメスだけであるが、 ヒロコシアモクでは、産卵管が特割になっていないため、メスといえども人を刺すことはない。アモクの代表とも言える幅地上化の産卵管は、平たいノコギリ状で、英名を、ソーフライと言い,い、木鉢化のように木に産卵するものでは、水上の産卵管を持ち、英名を、ホーンテイルというが、彼女たちの持つ産卵管はいずれも植物体に切れ込みを入れたり穴をほじったりして、 産卵をするためのものであり、他の動物を刺すためのものではない。そのため、もちろん毒もない。中には、捕まえると腹部を曲げて刺す真似をするものもあるが、上述のように実際には刺すことができない。このような行動は蜂に擬態した他の昆虫でも見られることがあり、捕食者が驚いて話す場合も多いと考えられ、行動による一種の擬態とみなされる。各科について記してある属。 種の数はあくまでも大まかな目安である。日本に算するものでさえ、まだ解明されていないと言われ、十分に解明されれば、日本産だけで軽く選手を超えると考えられている。環境の悪化によっては記載される前に、絶滅してしまう種がいる可能性さえあるという。当然世界全体では無数の名前のない種がおり、今後も長期間にわたり多くの種類が追加され続ける、はずである。 世界に約14か1万種、そのうち日本産約11か720種、ミクシュハバチカ、ツツジ類に来たるリチューレンジ。触角は3節で、根元の小さい2節の先に大部分を占める長い大3節がある。幼虫は、ツツジ類の葉を食べる。コンボウハバチカ、外国産のモモブトハバチ族の一種の幼虫。ありがとうございます。